ねえねえマリッサ、断る。声かける前から断られた。その話し方は絶対変な儲け話とかだろ。何年付き合ってると思ってるんだ。かなり付き合い長いよね。リアルに数えるな、気持ち悪い。せめて話だけでも聞いてよ。一体何なんだ。実はとても良い儲け話を持ってきて。すりおろすぞ。ひぃ。そんなこと言わないで、せめて最初だけでも聞いてよ。どういうのだ。今から48時間以内に48万円が手に入る方法。あからさまに怪しいタイトルじゃねえか。この情報をなんと3万円で譲るよ。金取るのかよ。お前これどうやって手に入れた。まさかこれも買ったやつじゃ。きくり。いえ、いくらで買ったんだ。さ、3万円ですよ。本当は ?1 万円。殺すぞー。ひぃ。相変わらず元気ですね。こいつが変な情報を売りつけてきやがった。情報商材ですか。情報商材?せっかくなので情報商材について解説しましょうか。いや、そういうのは間に合ってるのでいいです。間に合ってないから言ってるんだよ。聞いてくれたらブッシュドノエルをあげましょう。クリスマスによく見かける長靴に入ったお菓子の詰め合わせはいかがですか?今夜はパーティーじゃー。年に1回ぐらいはこれぐらい豪華でいいだろう。ということで今回皆さんに解説するのが、情報商材です。情報商材ってヤバいという認識しかないんだが、具体的にはどういうのなの?広い定義で言えばインターネットなどで売買される情報のことですね。インターネットは情報の海みたいなものだからほとんどがそうじゃないのか?ウィキペディアだとある目的を達成するための方法を指すことと書かれていますね。画像や動画などのコンテンツではなくハウツーやマニュアルなどの情報を指すことが多いです。画像ではなく画像をうまく作る方法ということね。1980年代だとパチンコや競馬の必勝法とかがあったようです。パチンコや競馬とかに必ず勝てる方法があるのか、ぜひ教えてほしい。あるわけないだろアホが。騙しやがったな。2000年代になるとインターネットが普及して投資が身近になったので株式や先物投資などに変わったようです。株や金とかで必ず儲かりますみたいなのを見た気がするな。株って必ず儲かるの?いい加減にしろ。投資以外でも美容や自己啓発、スポーツや音楽などの上達法など様々なものがあります。ダイエット法なんかいろんなものがあるよな。ダイエット買ってみたらどう?簡単に痩せられるならいいねで買いますよ。おい、YouTube やブログで無料なのや書籍やノートとかも情報商材ではありますね。値段が違うけど情報を提供してるもんね。こういう情報商材に特化して販売しているサイトとかもあります。ちゃんとしたサイトでも買うのめちゃくちゃ難しそうだな。情報商材はその特性ゆえトラブルが絶えません。トラブルを引き起こす特性ってどういうこと?まず購入する人が素人だから良い情報か正しい情報か判別が難しいです。クロートが情報商材から情報を得ようとはあんま思わないわな。他には中身を見て購入できない点。中身を知った時点でもうその情報の価値はほとんどなくなるな。あとは参入障壁が地を這うように低いのでいろんな人が参入していて売り主が大概個人や零細企業の人です。地を這うように低いって、今の時代無料の情報も多いですからね。それをまとめて売るだけってのも多いです。まあまとめられてるだけでも価値はあるからな。良い情報もあるので玉石混交とか言われてますが、儲け話系なんかはほとんどがゴミみたいな情報なのでゴミの中からお宝を探すような感じですね。辛辣。そういう環境下なので一部の YouTuber みたいにタイトルやサムネ詐欺みたいなのが多いんですよ。こら、販売されている情報商材は特定の YouTuber に多い文字が半分以上黄色、赤字を多用するサムネが多いですね。やめたげなさい。実際どういうものがあるのか購入してみたのですが、ガチで購入したのかよ。私ってクソゲーとかでも結構楽しんじゃうんですが、以前あたりの ET もそれなりに楽しんでたよね。この世にはマジでクソなものってあるんだなって思いました。感想がストレートすぎる。大概どれも似たような情報で、例えば情報商材を売る情報商材、そんなものもあるのか。 Amazon の Kindle で980円で販売されていました。普通の本の値段だな。月額で読み放題の Kindle Unlimited ってあるじゃないですか。聞いたことはあるな。読み放題の対象だったのでそれで読んでみたのですが、容量が 230KB で中身がペラペラだったり。同人誌かな?同人誌を舐めるな。同じ読み放題の本でも月何百万円稼いだテクニック集みたいな書籍は 16MB の容量があったんですが、おお、中身が充実してそうじゃん。大体は基本的な操作方法みたいなもので画面のキャプチャーが多かっただけでした。結局ペラペラなのかい?Kindle Unlimited は読まれたページ数で作者に収入がいく仕組みなんですが、ページ数を測ってたんだ。それを狙って情報商材系の書籍は内容が薄くてページ数だけ妙に多いことがありましたね。そういう理由があるのか。あと私が感じたのは評価がやけに高かったり、感想で変に進めてきたりと、
桜臭いな。言ってることは大概同じで言い方変えてるだけみたいな感じです。もう何も信用できないな。それでは次に SNS に多いアフィリエイト系の情報商材について解説します。情報商材で SNS を使うの？むしろ彼らにとっては大切な漁業です。引っかかる人は魚なのか。ちょっと前まであったのは Twitter のトレンドの単語をつぶやいてみんなの目に留まるようにします。どうやるの？例えばこの日本の賃金というトレンド、これを例にすると。日本の賃金はなかなか上がらなくて普通に働いたら大変ですよね。でも私はめちゃくちゃ稼げてます。その方法に興味がありましたらプロフの URL をクリックしてください。このツイートを見たらお前はどうする？即クリックします。お前は SNS をやるな。それで稼げてる証拠として現金の画像やネットバンクの残高明細の画像を添付してますね。マジかよ、私もその恩恵にあやかりたい。偽物だぞ。嘘ー。現金の画像はネットから拾ってきた画像ですね。じゃあ口座残高は？あれ簡単に変えられるぞ。騙しやがったな、畜生め。そんな形で稼げてますってアピールをして URL を踏んでもらうんですよ。他に誘い込む方法としては Google の広告とかですね。Google の広告ってそんな簡単にできるのか？禁止の商材ではないのか？ Google の広告は誰でも簡単にできます。禁止の広告はもちろんあります。しかし差別、不正行為、ドラッグや偽造品などが NG なのでこういう投資などは今のところ通ります。情報商材も通るのか？それで副業とか特定のキーワードで Google に広告を出します。Google の広告ということで安心する人が結構いるみたいです。なんか審査をしているから大丈夫とか勝手に思ってしまうわけか。これでホームページというあり地獄に誘導します。脱出できるのか？情報商材のホームページにはこんな謳い文句が多いです。誰でも簡単にできるよ。私は毎月何百万も稼いだよ。みんな毎日の仕事は大変だよね。私は隙間時間での少しの作業でたくさん稼いで優雅な時間を過ごしてるよ。今だったらその手法を教えるのでぜひ LINE に登録してね。という感じで漫画などを使って親しみやすくビジュアルで訴えかけます。Twitter でよく見かける漫画の広告か。ああいう広告ってキャラクターがデフォルメされてて見やすくて安心しちゃうよね。ところでなんで LINE に登録させるんだ？メールマガジンなどですと適当に見られずそのままゴミ箱行きです。大体専用のフォルダに寄せて中身見ずに捨てるね。LINE であればプッシュ通知ができて相互かつクローズにコミュニケーションができますからね。さらに LINE は決まった処理ができるので自動でやり取りがされます。手間がかからないわけか。それで毎日特定の時間に LINE で情報を送るわけですよ。そこで稼げる秘密が。すぐには伝えません。最初は身の上話をしてこうなったきっかけを伝えてきます。きっかけ？私はそれまで冴えない普通のサラリーマンでした。しかしある時この方法を見つけて実践したら大成功しました。そんなすごいものがあるの？ぜひともあやかりたい。こういう感じで教えてくれるのは大概アフィリエイトです。要はネット広告だろ？レビューや紹介して販売するやつ。え？もっと手軽で楽して儲けられる手法とかないの？あると思ってるのか？思ってる。あらやだ純真。この自己紹介で怪しくないですよってアピールをしてくることが多いですね。むしろ怪しく見えてくるでしょ。それで次にアフィリエイトの紹介を行います。でもアフィリエイトってちょっと怖いな。もちろんこの時にもきちんと怪しくないよアピールをしてきます。怪しくないの？なら安心だね。素直か。この時に証拠として実績を出してきます。さっきみたいな稼げてますアピールか？まあそれもありますけど例えば。月収で300万円稼げました。2ヶ月で30万円の実績が出ました。仲間と一緒にできるから頑張れました。内容が濃いので非常におすすめです。というような経験者談がいろいろと出てきます。大口コミがあるなら安心できるじゃん。それは本物なのか？え？動画で受講生が出てきたのですがそれが本物かどうかわかりませんでした。動画で出てきたのであればきっと本人なのでは？ NHK のクローズアップ現代にこんな報道がありました。私偽の動画に出演してました。何ですと？撮影現場に着くと専門学生の役で SNS を使って半年で30万円稼げましたと喋ってくれ、と言われてテレビショッピング的な感じで動画を撮られました。テレビショッピングの反応も嘘だったの？そっちに食いつくな。話した内容は全部嘘です。お金に苦労していた時期だったので声を上げることができなかった。それでアルバイト代は交通費込みで4000円だそうです。
日本の闇をいろいろと凝縮したような出来事だな。まあこれはかなり作り込まれているパターンなんですが、雑なケースもありますよ。例えば？ LINE から案内されたサイトに飛ぶのですが、そこに動画が貼られており、必ず見てくださいって書かれてました。ふむ、そのページには50件ぐらいコメントが書かれてました。結構盛況なのね。 YouTube 上で動画の再生回数をチェックしたら、再生回数は17回でした。雑、再生回数よりコメントが多いってあるの？普通ないだろ。なんか動画で地声で喋って説明しているパターンのものを見かけたのですが、本人は自分は儲かってると話してますが、こんな説明が下手くそで稼げるか、とは思いましたね。それで説明内容はアフィリエイトについてと、薄い自己啓発本の内容をミルフィーユにした感じです。読むのきつそう。それでアンケートやらクイズというような供養をやる羽目になりました。ちゃんと読むようにする仕掛けか。これらをやりましたが、心が病みそうになりましたよ。やったんかい。それで1週間ぐらいやり取りすると、読者限定の特別なプレゼントです。3日間限定です。100万円のところを特別20万円で提供します。わお、なんとお得な。早く申し込まなきゃ。素直か。まあこれ1ヶ月後にクリックしたら、まだ終了してませんでしたからね。なんじゃそりゃー。あー、クリックした時にカウントダウンが始まるだけか。これらの情報商材は違法とは言えませんが、内容は普通のノウハウとかで、ちょーっと強調してわかりやすくしてるだけですね。これがちょっとなの？簡単にたくさん稼げるっていうような感じで古代広告な気がするんだが、こういう古代広告系の情報商材はまだマシなのですが、次にアウトな情報商材を解説しましょう。まだ上があるの？まず一つあったのが音読ビジネス。声優みたいな仕事ってことか？本をスマートフォンに向かって音読するだけです。何それ、めっちゃ簡単じゃん。私でもできそう。いくらもらえるんだ？ 5 分間の音読で5000円から1万円の報酬が発生します。単純に時給換算で最大12万円ってことか。そんな簡単に騙されないぞ。なんでそんなに儲かるんだ？お、ちょっとは学習したか？音読したデータを集めて AI に学習させて、後で AI の力で本を出版します。その対価で報酬を支払います。出版された本の印税収入も入ってくるということです。なるほど、それならば安心だね。お前キョロすぎるだろ。モニター58名全員が月30万円達成しました。いいなぁ、私もやってみたい。それで最初にシステムに加入して本当に入金がされます。システムはいくらなの？9800円ですね。それだったらすぐに回収できるから加入する。おバカ。他にあったのはおもてなしビジネス。全然イメージが湧かない。IOC を接待するの？滝川クリステルかな？例えば食事の写真を1枚撮ってあるところに投稿すると、それだけで写真1枚あたり5000円から1万円が手に入る完全ノーリスクのビジネスです。何それ、めっちゃいいじゃないですか。興味を持つのは早いな。一応聞くが、なぜそんなことが可能なんだ？海外企業が日本の写真を手軽に買い取りできるプラットフォームを作ったんです。そのプラットフォームから一般の素人の方が撮った写真が大量に売れているわけです。おお、そんなビジネスがあるのか。いや、怪しすぎるだろ。これを始めるには9800円のシステムを購入する必要があります。モニター57名全員が月30万円以上稼いでいます。ぜひ検討。1万円ぐらいの投資だったらすぐに回収できるからシステムを買うよ。もっとよく考えろ。あとはペタペタビジネス。名前がもうすでに怪しいんだが。インターネット上の動画の URL を特定のサイトに貼り付けるだけで毎日1万から3万円稼げます。すげー。めちゃくちゃ怪しいだろ。バズブーストというシステムを使ってアクセス数を稼いでもらう必要があるので購入してください。普通なら 19,800 円のところを特別に 9,800 円で提供します。すぐに買い回す。いい加減にしろ。それで最初は実際に少し稼げるようになるみたいです。ほら、やっぱり本当だったじゃん。ここで相手側の担当者から、もっと高単価で簡単に稼げるシステムがあります。少々高いですが、クレジットカードでの支払いであれば代金引き落とし日までに確実に購入代金以上に稼げます。それでブランドサクセスプランや花鳥風月システム、ブーストビジネスパックというようなシステムを販売します。いくらぐらいするんだ？ 8 万円から200万円ぐらいします。高いわ。花鳥風月コースなら1枚の写真で10万円稼げます。120万円しますが、すぐに回収できます。絶対に損はさせないので、花鳥風月コースにしませんか？10万円稼げるんなら、誰かこのバカを止めろ。それで購入したら、数十問に及ぶ問題課題に正解しなければなりません。この写真では不合格です。
電子書籍を出すには自費出版をする必要があります。というような無理難題を出してごねられて報酬を払わないようにしていました。騙しやがったな畜生め。騙されたお前の方にも問題があるぞ。つまり少額投資をさせて餌を食いつかせて本命を購入させるという手法だったようです。エビで鯛を釣る感じか。被害額はおもてなしビジネスで670万円、ペタペタビジネスで430万円、音読ビジネスで1380万円です。被害者数は全部でおよそ110人ぐらいです。騙されてる人がそれなりにいるんだな。ところでこのビジネスってなんか似たような手口だね。同じ会社なのか。別の会社なのですが、未来図という会社とそれぞれ委託契約をしていたようです。委託契約？それぞれ企画を立てて最初の取っかかりは個別に行っていました。その後未来図が電話の窓口や勧誘業務を行っており、指南役になっていたようです。裏側には未来図がいたのか。この会社の勧誘方法は、これ買えば稼げますよ。え、これだけじゃないの？ちょっと考えさせて。それで電話で何度も、購入の件いかがですか？いや高いし今回はいいです。ここからさらに、今だけですよ、元本保証ですよ、というように繰り返し繰り返し勧誘されて根負けしたそうです。負けて何十万も払うのかよ。最初の申し込みで相手側に電話番号や住所を把握されてますからね。安く提供したのは情報を入手するためでもあったのか。それでこういう情報商材の販売には元締め的な人がいて、20代の若者を雇って半グレや反社的な雰囲気があるみたいです。中には闇金とかで働いていた人もいたとか。闇の人間は闇でしか生きられないのか。しかしこういうのに引っかかるのはどういうやつなんだ。やっぱ世間を知らない若者なのか。聞いたところ写真投稿は20から50代で7割が女性、音読ビジネスは50代が中心で男女両方、ペタペタビジネスは40代から60代で6割男性が被害者です。いい大人がこんなもん引っかかるな。意外に年齢層が高い。この案件はコロナ前の事象だったのでこういう年齢層なんですが、コロナ禍に入ると若い人が急激に増えたようです。大学が暇でやることがないから。それもありますが、飲食店のアルバイト求人がなくて情報商材ビジネスに走る人が増えたようです。会社員でも副業も注目されてきてますから若い人が検討します。それでネットで検索して広告に引っかかって行き着くみたいです。ああいうので実際に引っかかるんだな。ネット系の詐欺は大量に広告を売って、その中で 0.1% でも引っかかれば成り立ちますからね。これからも増えていくのかな。増えますね。働き方の多様化で副業も認められてきています。多くの人が副業を始めようという時に業者はこの機会を見逃すと思いますか？それは考えにくい。なので皆さんはこれらの手口を知っていただく必要があります。これが情報商材ビジネスです。なんかふわっとやばいみたいなイメージはあったけど、具体的な問題が理解できた。全部が全部を否定するわけではないですが、タイトルで盛りまくってるだけなので、想像の1割の儲け、10倍の難しさを覚悟した方がいいですね。20倍きついのかよ。それがマシなレベルで、その他に詐欺のようなものがたくさんありますからね。地雷原の中から宝箱を見つけるようなものか。それでやっと開封したと思ったら大したもんが入ってないことが大概って感じです。割に合わなさすぎる。ちょっとでも怪しいと思ったら消費者相談センターや警察相談専用電話にかけることをお勧めします。とりあえず楽して稼げるなんてないって思った方がいいな。やっぱないのー。いい加減学習しろ。ということで今回はここまで。ところでなんでこの話を取り上げたの？最近情報商材で相談が多いと聞いて啓蒙のために作りました。おお、偉いぞ。それで本音は何なんだ？親にこれ本当に儲かるの？って LINE で情報商材のページが送られてきてしまって。あかん。